はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、うつきチャンネルのうつきです。今回は、ポケモンのウエハースチョコ、こちらをですね5パック買ってきましたんで、これを開けていきたいなと思います。これはね、シール、好評企画って書いてあるポケモンシールが、入ってます。まあ、ポケモンパンとかもねシールあるんですけど、まあ、そういうのとは違って、まあ、あのビックリマンシールとかああいう系のなんていうか普通の絵柄書いてあるシールっていうんですかね、入ってるシリーズになります。でね、絵柄が2種類、なんかねこの食玩系のなんかウエハース系っていうかね、このこういうのはなんか割と絵柄が2種類あるみたいで、こっちがピカチュウ、アチャモ、トゲピで、これマホイップかな、うん、シールに入ってるのがこのデザインなのかな。君に決めた投票企画パッケージデザインってことになってますね。こっちがピカチュウとトゲピ、はい、裏がね、まあ、こんな感じかな。まあ特にラインナップとかは書いてないんでちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず全24種ってことで開けていきたいと思います。じゃあ早速開けていこう。はい、では早速1パック目から開けていきたいと思います。よいしょ。ね、割とこの下の入れ物が思ったよりちっちゃかった。じゃん。これキレイ花かな。なんだろう。違うね、キレイ花だね。うん。しかも表と裏で絵柄が違うの。ああ、後ろはね、多分これ集めると繋がる感じのやつですね。パズルみたいな感じだね。そう。あ、こっちが前だってことだね。ケイコー。はい。1個20。次2パック目。じゃん。ぴょー。じゃん。お、ヤドン。後ろの絵柄はヤドン。表面が何なの？おお、魔法イップ。かわいいね。ね。これは多分ね、レアとかそういうのはないんですかね。色違いの魔法イップ？うん、色の魔法イップ色違い。色違いじゃない。あれ、飴とかがある。ああ、なるほどね。これイチゴな。四つ葉のクローバーの感じ。はい、じゃあ、3パック目。すぎてもうあの見てすぐ分かるのも最初の150匹ぐらいなんで、自分の世代的には。はい、じゃあ表面がじゃん。あ、トゲピーだ、かわいい。2番、ね、ナンバー2。これで今3パック開けました。次4パック目。シリーズのポケモン。かっこいいね。じゃあ表面が何か。
じゃん。月光が。おお、月光が超かっこいいじゃん。月光が。別にサトシ月光がとかってわけじゃなく普通の月光がかな。うん。ね、かっこいいね。後ろ見てパパが好きそうだなって思う。うん。月光がかっこいいね。うん。ちょっとね、この汚くなっちゃうけど後で。じゃあラスト。よいしょ。このビックリマンチョコ系のウェハースっていうのね、多分ビックリマンチョコとかと同じ類のやつなんで、結構個人的にはウェハースよりこっちの方が好きなんですけど、ちょっとね開けた時のこの粉度合いがちょっとこっちの方がやっぱすごいっすね。よっ、じゃん、裏面がマホイップ。さあ表は何が出るか。よっ、じゃん、たぶんね、たぶんね、さっき、かわいい。でもつながり、あ、でもすごいね、ダブってはないね、うん、まだつながんない、ダブりなし、あ、これか、ちょっと待ってね、ちょっとじゃあ当たった、あーっとシールを巻き込まれてた、当たったラインナップを出してきますんで、タブンと最初のやつのこれかな、トキッピ、マイナーのことながらちょっと光が当たっちゃって見えづらくてあれなんですけど、はい、今回の当たりはこんな感じで、裏面が、裏面は多分ねまだちょっとつながらないと思うんで、おっ、これつながってねえか、うん、まだ全然だね、うん、ということで、はい、あ、全然動画の枠外に並べちゃった、はい、こんな感じですね、はい、ということで今回の5種こんな感じになりました。まあ、またね、まあ、開封動画になるかどうかわかんないんですけど、また動画上げてきますんで、ぜひご視聴いただければと思います。また気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方、していただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。